岩手県食の匠とは、郷土食などに優れた技術を持ち、その技術を伝承できる方として岩手県が認定した皆さんで、令和4年3月末で290件が認定されています。今回ご紹介するレシピはぬっぺー汁。岩手町の沼区内地域では、秋祭りやキノコが採れる時期によく作られていた料理です。材料はご覧の通り。水に煮干しを入れて作っただし汁を火にかけ、キノコを入れます。豆腐は 2,3 ミリ程度の細切りにしましょう。使う豆腐は固めのものが切りやすいですよ。切った豆腐をざるにあけて、流水で軽くすすいでおきます。キノコを入れただし汁がひと煮立ちしたら、豆腐を加え塩を入れましょう。長芋は皮を剥き、おろし金ですりおろしてください。皮を剥いた大根を別にすりおろし、おろし汁 120ml を取り分けましょう。すりおろした長芋に大根のおろし汁を加え、泡立て器を使ってふわっとするまでかき混ぜます。おろし汁を少量ずつ加え、塩梅を見ながらかき混ぜるのがポイントです。鍋が沸騰したら味を見て塩で整え、仕上げに醤油を入れたら器に盛り、食べる直前におろし汁をお玉1杯程度かけて出来上がり。皆さんも地域で伝承される郷土の味、岩手県食の匠認定料理を作ってみませんか？